クッキーとビスケットビスケットは小麦粉を主材料に焼いた洋菓子である。小麦粉に牛乳、ショートニング、バター、砂糖などを混ぜてサクサクした食感に焼いたもの。チョコレート、ナッツ、果実加工品などが加えられる場合もある。左がアメリカ式、右がイギリス式のビスケット本来の英語圏では日本でいうところのクッキーと区別は存在せず。 英国では両者をビスケットと呼び、米国では両者をクッキーと呼ぶ。米国のビスケットは即製パンの一種で、英国のスコーンに近く、日本ではケンタッキーフライドチキンなどを通して知られている。ビスケットの名はフランス語のビスキュイから来ている。フランス語でビスは2を意味する、説答語もしくは2度を意味する副詞であり、木は同式やの過去分子形であるため、全体として、 二度焼いたという意味を表す。さらに遡っての語源は、ラテン語の、二度焼いた、バンパーニスビスコクトゥスより。これは、保存食として作られた型パンを指し、ビスケットもまた本来は、軍隊用、航海用の保存食であった。現代フランスにおいても、ビスキューの語には消化師のそれと型パンの両義がある。なお、ドクター・ジョンソンの英語辞典には、 栄養公開用に4度焼くとの説明がある。さらに、フランスでは、ビスキュイの一種として、サブレーと呼ばれるものも存在する。これはビスキュイに比べてバターあるいはショートニングの量が多く、よりさっくりした食感のものを指す。クラッカーもビスケットの一種で、全くあるいはほとんどお糖分を含まず、軽い食感のものを特にその名で呼ぶ。菓子として食べられる他に、カナッペなど、 軽食の食材として、また近年では、乾パンに代わる、軍隊移植としても利用されている。講義には、ラスクや乾パンもビスケットに含まれる。旅行用工具にや、航海などの長期の旅行の際に、栄養価が高く、保存がきき、携帯性のある型パンとして加工され利用された。そういった需要から、エジプト人は、デューロと呼ばれるパンを、ローマ人は、 バケリムと呼ばれるビスケットを作った。長期の旅の場合は、通常2度焼くビスケットを4度も焼き水分を飛ばし、水分が入らないよう保存した。食べる際には、塩水やコーヒー等につけて、柔らかくしたり、調理してから食された。医療用ビスケットは、消化に良いものと考えられ、需要と病気の予防に良いものと考えられた。医学初期の医者は、そこで、 さらに消化によくして患者に提供しようと、ダイジェスティブビスケット、アバネシービスケット、バースオリバーなどが考えられた。これらのビスケットは、工夫の効果がないとされた後も、菓子として販売されている。その一方、つわり、乗り物良いなどの吐き気に対して、ジンジャービスケットに一定の効果が確認されている。菓子も、ともとは、無糖で、質素な層の人間が食べる食べ物であった。 紀元前7世紀になると、ペルシア帝国の料理人は、祖先から卵、バター、クリームを使い軽く、蜂蜜や果物を使い甘くする技術を継承した。10世紀になると、中国から伝来したスパイスが入ったブレッドであるパンデピスが焼かれるようになり、その余剰分を無駄にしないようビスケットが焼かれた。日本には南蛮菓子のビスカウトとして平戸に伝えられた。 黒船来航の際には日本人に振る舞われ好評を得ていた。日本で初めてビスケットに関する記述が登場するのは幕末に長崎で開業していた医師である柴田方案の日記であり、水戸藩からの依頼を受けビスケットの製法をオランダ人から学び、1855年にその製法書を送ったことが書かれている。1877年の内国官僚博覧会に 合わせ、唐虫餅という日本語訳語が生まれた。第2回内国官僚博覧会で最高位の進歩に当初を得た、与熱和カ堂の与熱常次郎は、博来の大機会をもって、苦心の挙げく作り上げたビスケットに、唐虫餅なんて名を付けた役人どもの非常識に呆れ返った。せっかく最高賞を得たが、これじゃ宣伝する気にもなれないと憤慨したという。 日本陸軍が開発、採用した保存食の一つである乾パンは当初、重焼き麺、法と呼称され、上述のビスケットの語源と同じく回数を重ねて焼かれたパンを意味した。重焼きが重賞に通じることから名称が乾麺法や乾パンに変えられ、素材や形状も段階的に改良された。日本では1971年に施行された。 ビスケット類の表示に関する構成競争規約において、第2条この規約で、ビスケットとは、小麦粉、糖類、食用油脂及び食塩を原料とし必要により、澱粉、乳製品、卵製品、膨張剤、食品添加物の原料を配合し、または添加したものを、混合器、成形器及びビスケットオーブンを使用し製造した、食品を言う。 第3条規約第3条第1号案に定める、クッキーとは次に掲げるものを言う。手作り風の外観を言うし、糖分、脂肪分の合計が重量100分比で40%以上のもので、思考に応じ、卵、乳製品、ナッツ、缶果、蜂蜜などにより製品の特徴付けを行って風味よく焼き上げたもの、と定義付けられている。これは当時の日本にあって、 クッキーはビスケットよりも高級品だと思われていたため安価なビスケットを高級品である。クッキーというのは消費者を誤認させる恐れがあるとの判断から定められたものである。ただ、この規約は日本ビスケット協会による自主ルールであるため協会に加盟していなければこれに従う必要はない。硬いビスケットを焼く前に小さい穴をたくさん開けて焼くときに ビスケット内部から出る機体がその穴から出るようにする。そうしないと焼く時にビスケット内部から出る機体がビスケットの表面をデコボコにしてしまう。アメリカ式のビスケット米国でいうビスケットとは生地にショートニングやラードを加え重曹とベーキングパウダーで膨らませた外側はサクサクで内側はふっくらとした食感のある即パンのこと。英国のプレーのスコーンとよく似ているが 動物性油脂のバターを使うスコーンに比べ、植物性油脂のショートニングを使うビスケットは、油気が少なくあっさりしている。朝食として供されるほか、料理の付け合わせや菓子類に加工されることもある。料理ではグレービーをかけたり、焼いたハムやソーセージを挟んで食べることもあり、アメリカ南部料理によく使用される。また、ショートケーキのショートは、ショートブレッドの名にもある。 サクサクしている、崩れやすいという意味で、本来はスポンジケーキではなく、このビスケットを土台に用いたものを指す。日本では、ケンタッキーフライドチキンがこのタイプのビスケットを、メープルシロップとセットで、また、在日米軍基地内限定ではあるが、ポパイズルイジアーナキッチンが蜂蜜とセットで、それぞれ販売している。アルファベットを模したビスケット。ビスケットの中には子供向けに、 文字や動物の形をしたものも作られている。文字ビスケットアルファベットなどを模したビスケット。ビスケットを並べて、主に英語の単語を学習するときに用いられる。動物ビスケット動物の形を模して焼いたビスケット。日本では着色した砂糖でコーティングした幼稚ビスケットから命名されたや、動物の象形に英単語を焼き付けた食べっ子動物等が販売されている。ちなみに、 ドラえもんには食べるとしばらくの間動物に変身する動物変身ビスケットという秘密道具が登場する。1980年に社団法人全国ビスケット協会では2月28日をビスケットの日と定めている。これは前述の柴田方案がビスケットの製法を藩に提出した日が2月28日だったからとされる。ありがとうございます。